皆さんこんにちは。インスパイのくたです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、5月に投稿しました Facebook ページのいいね数ランキングを見ていきたいと思います。かれこれですね、これいつからやってるんですかね、2012年ぐらいから多分やってるのかな、もう5年ぐらいとかやってるかもしれないんですけど、早速ですね、行ってみたいと思います。ではこちらからご覧ください。はい、まあランキングというかですね、まあFacebook の投稿の面白かったものを紹介していきたいと思いますけど、まず一番多かったのが19いいねの、Twitter で流れるあれだよねっていうことで、まあよくですね、この間違えて発注しすぎましたみたいなのを、まあ、投稿すると、まあ、ツイッターでですね、それがたくさんこうシェアされてですね、で、なんとかなったとかですね、そういう話よくあるじゃないですか。で、これ実際にね、本当なんかなと思って僕もやってみたんですけど、全然ツイッターでバズらなくて、全然ね、多分、貢献できなかったと思うんですが、で、この、結局、同じような手をやってる人とやってない人、ね、やってない人はいいのか、やってる人がたくさんいると思うんですけど、それをうまく、結果が出た人って多分ね、わずかじゃないかなと思っていて、結局その人自身が力がないわけだから、誰がそれを拾ってくれるかっていう時に拾ってくれないといけないので、まあ、ある程度影響力がある人とか拾ってくれるっていうのが、結局その確率論の話になってきて、で、その手法としてね、やったらうまくいくっていうもんではなくて、つまり、再現化できない、再現性が低い、ノウハウじゃないかなと思うんですけどね。まあ実際やってみたよっていうことです。はい、続いてこちらです。はい、インドネシアの寂れた村をカラフルにしただけで、インスタグラマーの観光客が殺到した話、わかりやすいねっていうことで、まあ、上の写真から下の写真になったというものなんですけど、まあ、いわゆるインスタ映えという言葉がありますけど、まあ、見事ですよね。こんなことが起きているっていうことで、紹介させていただきました。まあ、こういうね、ことって、理屈ではすごくよくわかる話なんだけど、じゃあ実際にやろうってなった時に、そもそもこれ村のね、村民の許可を得ることが大変ですよね。絶対反対があるだろうから、そこを押し通せたのか、もしくは、一人一人説得できたのか、まあ、そこのね、ことが気になりますよね。結果としてできるってことはみんなね、分かってるし、やればいいじゃんってことができるんだけど、できないから問題なわけでね。まあ、この辺ちょっと気になるなと思いました。はい、続いてはこちらです。はい、母の日感謝ボタン。Facebook ではですね、このような、まあ、イベントごとの時に何かやるんです。で、ちなみに今日ですね、父の日で、まあ、実は今6月18日に、テロップの方はなってますけど、今まだ6月17日の23時41分なんですが、果たしてですね、本当に、これが、父の日の時にあるかっていうと、去年なかったんですよ。で、母の日はあるけど、父の日に、特にこういうキャンペーンがないのが寂しいなと思ってたんですが、今年ね、あと20分ぐらい、まあ大体朝の8時ぐらいから始まると思いますけど、果たしてね、今年あるかちょっと興味深いなと思っています。はい、続いてはこちらです。はい、離婚届メルカリということで、まあメルカリでこんなものが売れてますっていうことが、まあ4月の終わりぐらいから5月の頭ぐらいにかけてちょっと流行ったんですが、まあ一応今一段落しましたけど、まあ結構ね、これによってメルカリ側もいろいろ対応したんですが、まあ離婚届が売れているっていうのは、これはね、まあ今も売れてると思う、売れてるというか、規制にはなってないと思うんですが、本当に面白いなと思いますね。はい、そしてこちらです。実店舗の集客セミナーということで、福井の方でもこれ終わりましたけど、動画を撮ってみました。やっぱりですね、その、今回の集客セミナーの時に、こういうね、集客セミナーって、集客セミナーっていう名前の割には集客できないんですよね。で、なんでかなっていうふうにいつも思うんですけど、で、結局みんなツール型に騙されやすい傾向があって、なんかインスタグラムとか、なんか YouTube とかね、LINE とかっていうようなことを言うと集客できるんだけど、本当の集客って、そういうツールじゃないんですよね。ツールは、なんていうのかな、最後の手段であって、
その考え方が分かってないのにツールだけで分かろうとするから無理があってみんなうまくいかないんですけど、だからといってこういう集客セミナーするとなかなかピンとこなくて集客が苦しいっていうですね、集客セミナーの集客できないって本当に最悪なんですけど、まあそれを防ぐために頑張って動画撮って、なんとか集客できたんですけどね。はい、続いてこちらです。どんどんと講演依頼ということで、講演がおかげさまでたくさん来ていまして、7月は残り3日となりましたと。8月はちょっと盆があるので、まあ結構空いてるんですけど、もう9月は0、10月1日、11月2日しか空いてないという形になりました。ありがとうございます。ということで、非常に忙しくさせていただいてますが、8月はね、まだまだありますので、よかったら声かけてください。はい、続いてこちら。今度はさっきの分の、福井の分の、実店舗版とネットショップ版あったので、ネットショップ版でやったんですね。の動画撮ってみたんですけど、今回ね、やってみて分かったのは、やっぱりキャッチコピーというか、集客、ネットショップセミナーっていうのと、集客セミナーみたいなのがあって、ね、二つ似たようなのがあってですね。で、これがどう違うのかっていうのが、いまいちはっきりしなかったので、ネットショップの集客セミナー、実店舗の集客セミナーっていうふうに、ちゃんと、2本立てになっていて、で、違いを分かりやすくしたら、多分皆さんも来やすくなったようなんですよね。まあ、こういう見せ方とかってことを、やっぱ考えるだけで違うんだなっていうことを、改めて今回も実感しました。はい、続いてこちらです。専門家研ということで、まあ、いろんな専門家として登録されていますということで、商工会、商工会議所、新潟産業創造機構、そしてミラサポの専門家の商工のですね、写真を掲載しました。まあ、掲載させていただいたら、まあ、実際にこれでね、専門家派遣の依頼も来たりするもので、こういうね、やっぱ発信って大事だなというふうに改めて思います。はい、そしてこちら、あなたが選ぶアニメベスト100。これ NHK で放送されたものなんですけど、まあ、100位から1位まで出てますので、もしよかったら皆さんも見てみてください。全く僕わかりませんでした。はい、続いてこちら。亀田興起の1000万円企画、ABEMATV ということで、面白いのやりましたよね。これ結果的には、1320万人の延べ視聴者だった計算になるということで、まあ、本当ならですね、まあ、いわゆるネットテレビというか、アベマ TV が手掛けようとしていることが、割とね、認知されつつあるのかなということで、ちょっと注目している数字であります。はい、続いてこちらです。はい、メルカリの話ですけど、リアル宝探しということで、現金丸々円が埋まっている場所の地図というですね、これ面白いですよね。現金をあげるのはダメなんだけど、現金が埋まっているとこの場所の地図を売るっていうね、なんか宝探しみたいな、ものなんですけど、まあね、いろいろみんな考えるなというふうに思いますけどね。はい、続いてはこちらです。はい、あれ？これ違うかな？中身がちょっとずれてるな。はい、マストドン。流行るのかということで、これすいません。タイトルと中身が変わってますけど、マストドンね、非常に注目されていたんですけど、たった1ヶ月で、早くもちょっともう落ち着いた感がありますよね。これ4月に騒がれて、1ヶ月ぐらい、5月の頭ぐらいでもうかなり冷めていたんですが、5月の頭にですね、そのマストドンのサービスまとめ、マストドンに関するニュースまとめっていう記事を書いたのが5月の頭で、で、それから全然やっぱり情報が出てこなくなってるので、ユーザー数もね、そんな伸びてないんじゃないかなと思うんですよね。ということで、まあ、まだ分かりませんけどね、ちょっとやっぱりハードル高かったかなっていう気がしています。はい、続いてこちら、ついに爆災へということで、この Yahoo と Google のですね、そのキーワードサジェストですね、サジェストキーワードっていうものを調べているんですが、まあ、このサジェストキーワードの調べているものと合わせて、Yahoo のキーワードアドバイスツールというものの、検索結果、検索で、自分のキーワードについての分析ができるので、それをやろうかなと思っていたら、サービスが終わっちゃいまして、その24時間の検索数の推移とか、属性とか見れるっていう貴重なね、ツールがあったんですけど、サービス終わっちゃいましたね。非常に残念なんですけど、
皆さんもね、使ってましたか？そのデータは僕の会社持ってるので、いろんなね、3000キーワードぐらい持ってますけど、これは結構財産になるんじゃないかなと思ってますよね。はい、気になる方は弊社のデイリー会員に申し込んでいただければゲットできます。はい、続いてはこちらです。5月もスクープ連発ということで、まあこれ月末にですね、まとめて書いているものですね。はい、続いてこちらです。はい、これグラフが出てますが、知る、やってみる、わかる、できる、教える等の習得11ステップっていうのが、を作ってました。なんかね、よく、Facebook で流れてくるんですよ。なんかこういう図解のやつね。で、その図解のやつ流れてくるんだけど、なんかみんなね、なんとなくちょっとずついいんだけど、ちょっとずつなんか不十分だったりするので、みんなの言ってるやつを、一つに してみました。でこういう風に作ってみたんですが、これ早くね、ピンタレストでバズればいいなというふうに思ってるんですけど、ピンタレストでね、バズるとすごいんで、僕のもバズっている写真があるんですけどね、図解系は面白いですね、ピンタレストね。図解で何か商品とか何か、見える化することができれば、ピンタレストを始めてみられたらいいと思います。はい、続いてこちらです。マンガルっていうですね、サービスが開始になりましたっていうことで紹介したものなんですけど、これ本当に面白いサービスで、意外にね、僕もっと入るかなと思ったのが、意外に皆さん使ってないんですけど、まあ、有名なね、漫画の、1シーン、1コマっていうものを自分のね、ホームページに、著作権を気にせず無料で使うことができるというサービスなので、ぜひね、始められたらいいと思うんですけど、ただね、一個ネックなのは、簡単に始められなくて、自分のホームページでマンガルのサービスを使いたいですっていう申請をこっちから出して、相手が承認しないと使えないっていうのがあって、その承認ルールっていうのが、これどうなんですかね？使えない人いるのかな？なんかそこら辺が、こう、めんどくさくて、誰でもすぐ使えるなら使うんでしょうけど、そこがハードル、ボトルネックになってるんじゃないかなっていう気もしていますけどね。でもまあ、リクエスト出すのは自由なんで、ぜひ皆さんも出してみてください。はい、続いて、客単価アップセミナーということで、また新テーマのセミナーを行っています。今年はあとまた2つぐらいですね、新テーマやろうかなと思っていますが、ぜひこれもおすすめなので、講演ね、楽しみにしておいてください。もうすぐ本も出ます。はい、そして料理レシピ動画です。今ね、テレビのコマーシャルで、デリッシュキッチンっていうとこと、クラシルっていうこの2つですね、この真ん中の2つが、コマーシャルじゃんじゃん流して争っていますけど、なんかちょっと前の、いわゆる C2C アプリ、フリマアプリのですね、メルカリとフリルみたいな感じで、結局ね、メルカリがもうね、抜きんでたわけなんですけど、まだ、料理レシピ動画は競っています。こういったものがですね、抜き出ちゃうと、片っぽがもうね、終わっちゃうんですよね。だから、この、インターネット業界って本当にシビアなので、この辺ちょっとね、様子見守っていきたいなと思っている、業界ですね。はい、そして、Facebook でいいねされる投稿とはということで、まさに今回のやつの、まあ、1ヶ月前のやつですけど、4月分ですね。そして人工知能です。人工知能に関して、今ですね、この記事にまとめてどんどん書いていってますので、人工知能に興味ある方は、このブックマーク記事ですね、を見ていくといいかなと思うんですが、まあ、早ければ、7月に人工知能の、講演のネタをね、作り上げたいなと思ってるんですけど、なんかその人工知能の、なんていうんですかね、ノウハウっていうんですかね、なんかそういうことやっても我々できないじゃないですか。すぐ導入できないですよね。お金かかるし、高いし、一緒か。お金かかるし面倒なんでできないんですけど、ただその人工知能がこれから出てくることに関して、どういうようなその接し方というか、どういうふうに、自分たちと人工知能の立場、っていうのを捉えておいた方がいいかっていうことは知っておいた方がよくて、まあこの辺の話になってくると、本当に哲学みたいな話になるんですけど、まあそういうようなちょっとセミナーというか講演というかね、やってみたいなというふうに思っています。はい。ということで、5月に投稿しました Facebook ページの中で、いいね数が多かったものを紹介したんですが、
また6月も頑張っていきたいと思っています。インスパイアの2人でした。ありがとうございました。バイバイ。